皆さんこんにちは、アイモン料理部へようこそ。この動画では私が朝ごはんを作る時によくしてる凍らせたご飯、こういう炊いたご飯の解凍方法を紹介したいと思います。こんな風に薄っぺらくタッパに詰めて冷凍しておくと解凍する時に便利です。で、私はあんまり電子レンジは使わないようにしてて、理由はやっぱりこう高すぎる電磁波で栄養が壊れちゃうのと、美味しくなくなる、パサついちゃうのとか、あとアーユルヴェーダではあんまり電磁波はこう良くないと言われているので、電磁調理は良くないとされているので、やっぱり火の力を使って調理したいので、電子レンジは忙しい時は使うけど、なるべく使わないようにしてます。でね、電子レンジって食品の中の水分だけを揺らして温めるというシステムなので、本当は食物全体を温めて消化しやすくしたいのに、水の成分だけを温めてるというのもあるので、だから電子レンジで温めたものってすごい冷めやすいですよね。それはやっぱりこう滞りじゃない偏りがあるんですね。全体がよく温まってないから、電子レンジで温めたものは冷めやすいということになります。なのでなるべく冷え性の人はやっぱり火を使って調理することをお勧めします。で、私の解凍方法はもうこのフライパン本当に毎日使うぐらい便利なんですけど、ご飯だけ解凍するときはここにお水を入れて、そのまま火にかけて、で軽く蓋をして柔らかくなるまで火にかけます。で、今日はちょっと野菜も一緒に蒸したいので、こんな風に野菜を上に乗っけて、でね、栄養価上げたい時は最後に卵を入れて、なんて言うんだろうリゾットみたいにしてもいいし、チャーハンにしてもいいし、そんな感じで調理してます。今日はこの水を入れて温めておいて、で、ね、ここにちょっとトマトソース入れて、ビーガンチーズとか乗っけると本当にめっちゃ美味しい、なんて言うんだろう、チーズドリアみたいになります。でね、今日はちょっとさっぱり調理したいので、もうこのまま蒸して、ご飯と野菜を蒸して、で他のおかずと一緒に食べようと思います。私はね、お漬物とか塩気があったら結構何でも食べれるので、こんな風に朝は、私の朝ごはんはいつも適当です。ここにキムチ掘り込んだり梅干し掘り込んだりもするし、結構朝ごはんは旦那にはしっかり作るけど、自分はいつも結構簡単なものが多いですね。コーヒーを飲みたいのであんまりね、重すぎるものを食べると、その後動けなくなるし、私は朝ごはん2回食べることもあるので、こんな感じでいつも適当に作ってます。朝ヨガする前にね、お腹が減りすぎてたら、あんまりヨガする前は食べたら良くないんですけど、フルーツを食べたり、あと、スムージーをちょっとだけ飲んだりもします。で、朝からしっかりすごくお腹が減ってるって時は、卵を入れたり、あと鮭を焼いたりします。だからご飯解凍する時に上に鮭を乗っけて蒸したりもできます。こういう薄いフライパンがすごく使えると思います。参考にしてみてください。野菜だけね、蒸す時もこういう風に野菜入れて、少量のお水を入れて蒸したら、何でも結構ノンオイルで調理できます。 Thank you for watching. バイバイ。